司法国立音訳版です。デイジーでお聞きになりたい方は国立中央図書館までお問い合わせください「声の司法国立」6月5日号第1359号令和6年2024年毎月5日20日発行学び挑戦し続ける街 ともに歩み続ける町、土い育み続ける町、文京都市、国立。編集・発行、国立市役所市長室広報・校長係、郵便番号18、186-8501、東京都国立市富士見台、2-47-1、代表電話04、042-576-2111、 ファクス零四二五七六の零二六四ホームページ https コロンスラッシュスラッシュ www.city.kunitachi.tokyo.jp スラッシュ令和六年五月一日現在の人口と世帯 男3万6915人対前月比147人増女 39, 3万9223人175人増計、7万6138人322人増世帯数3万9730世帯306世帯増 審議会等の開催情報は市ホームページイベントカレンダー分野審議会委員会等をご覧ください右に二次元コードがあります問い合わせ政策経営課政策経営係各記事には記事の内容に関するウェブサイト等の二次元コードを掲載しています 目次一面国立平和の日対話平和について語ろう6月22日土曜市民芸術ショーホール1午前の部国立原爆東京大空襲体験伝承者講和×普通の日になったのか原爆の日点2午後の部映画上映会 熊野・アーネストおじさんとセレスティーヌ6月23日日曜矢川プラス3市長と語るタウンミーティング日常と平和国立から平和な世界を考える2面国立駅南口駅前広場基本設計ワークショップ社会実験国立駅広大学の参加者を募集します 1> 第1回ワークショップテーマ駅前広場の緑から100年後を考える第2回ワークショップ予定テーマ駅前広場の散歩から日常を考える第3回ワークショップ予定テーマ駅前広場の活動から私を考える社会実験3面行政インフォメーション 3項目、税年金納期内納税にご協力ください都市間交流を盛り上げるイベントの経費を補助します令和6年度第1回総合教育会議税年金令和6年度年金支給額について税年金 令和6年度市民税都民税森林環境税納税通知書は6月7日金曜に発送予定です4面有料ごみ袋の減免を行っています3面から4面にわたって暮らし6項目申請をお忘れなく令和6年度資源回収推進奨励金 1> 第1期分申請期限6月28日金曜必着野良猫も飼い猫も不妊去勢手術に補助金が出ます不妊去勢手術補助制度交通自転車乗車用ヘルメットの購入費を補助します環境暑くなる前に省エネ性能の高いエアコンに買い替えませんか 環境生ゴミが消える家庭用生ゴミ処理容器ミニキエーロを体験しませんか募集都立霊園の使用者子ども教育5項目6月分からの児童手当特例給付及び児童育成手当の受給資格の確認のため現況届の提出が必要ですごめん 子ども教育の続き中学校用教科書採択が行われますイベント催し赤ちゃんが生まれる前に遊びに来ませんかイベント催し小学生保護者向け子育てプログラム一日コースイベント催し壊れてしまった大切なおもちゃをおもちゃドクターが直しますおもちゃ病院 子供ファミサポ支援会員育児支援サポーター合同研修会参加者募集6月は食育月間毎月19日は食育の日6面健康福祉2項目募集地域介護予防活動支援補助金の補助対象団体 子宮頸がん検診及び乳がん検診の対象者に無料クーポン券を郵送します国立中央図書館開館50周年記念式典古ア奈々さん講演会イベント催し4項目創建1200年特別展神護寺空海と神言密教の始まり関連文化講演会開催 第36回国立朝顔市7月6日土曜7日日曜開催朝顔の予約販売をします環境大学通り緑地帯をさまざまな花で一緒に彩りませんか花植えボランティア募集七面イベント催しの続き農業ワイワイ畑体験 トウモロコシ収穫体験地域の情報5項目多摩パブリック法律事務所主催2024年度無料法律相談会シルバー人材センター入会説明会6月は浸水対策強化月間浸水への備えをお願いします東京都主催 高齢者向けスマートフォン利用普及啓発事業スマートフォン相談会ゴミの行方を知ろう夏休み処分場見学会参加者募集みんなの伝言版4件行政インフォメーション市の相談窓口をご利用ください8面市民の皆さんと共に考えたい国立平和の日 募集、平和を作るのはきっと言葉だ8月6日と8月9日原爆の日を忘れないための一行の言葉展示広島市立元町高等学校の生徒と被爆者との共同制作による原爆の絵展示映画熊野アーネストおじさんとセレスティーヌを見て考える平和私の答え君の答え 目次、終わり国立平和の日対話平和について語ろう参加無料イラスト説明一面ページ全体の背景は水色で上半分少し色を薄くしたところにタイトルの文字その周りに年齢や性別国籍もさまざまな11人の 顔のイラストがあります。イラスト終わり「世界中一人一人が手をつなごう」「8月6日と8月9日原爆の日を忘れないための一行の言葉2023」「選出作品より」「今年度の国立平和の日」は「対話」をテーマに「伝承者講話」「映画界」「原爆の絵の展示」 市長と語るタウンミーティングを開催します6月22日と23日のイベントが載っています共通事項として申し込み6月20日木曜までに丸 ① 参加者代表の氏名・人数丸 ② 電話番号等の連絡先丸 ③ 参加希望会を問い合わせ先まで電話・メール・ または申し込みフォーム市ホームページにも掲載よりすぐ右に申し込みフォームの二次元コードがあります問い合わせ市長室平和人権ダイバーシティ推進係メール s e c d i v e r s i t y c i t y ド o ト kunitachi.lg.jp6 月22日土曜市民芸術ショーホール1午前の部国立原爆東京大空襲体験伝承者講話かける普通の日になったのか原爆の日点市が認定した伝承者が語る 広島・長崎の原爆体験者市内在住から受け継いだ体験と平和への思いを聞いて8月6日と8月9日原爆の日を忘れないための一行の言葉を書きませんか体験者本人ではなく体験と思いを受け継いだ伝承者による講話です体験者本人の講話ではありません時間・内容 午前10時から10時45分広島原爆の講和午前11時から11時45分長崎原爆の講和定員各四45名申し込み先着順写真があります過去の講和の様子説明大きなプロジェクターに写真などを写しながら伝承者が話をしています写真終わり 右にイベントに関する市ホームページの二次元コードがあります。2午後の部映画上映会熊のアーネストおじさんとセレスティーヌ日本語吹き替え版2012年80分日本語字幕付き地上で暮らす熊地下で暮らすネズミ対立するかのように存在する世界に住む クマのアーネストとネズミの女の子セレスティーヌ違う世界に住む2人が偶然出会い共に冒険を繰り広げる中不思議で温かい友情が芽生えます今もなお世界のどこかで悲しいことが起こっているからこそ多くの人に見てもらいたい違いや種族対立分断を超えたお話です上映中も優しい照明で 子供から大人ままままでで楽しめす。す。ベビーカーカのままご覧いただくことも可能です時間午後1時30分から3時会場1時定員270名申し込み先着順写真です熊のアーネストおじさんとセレスティーヌのポスター説明洋服を着た大きな熊と小さなネズミのイラストと タイトル、いくつかの場面の写真などが載っています。写真、終わり。なお、コピーライトが載っていますが省略します。写真の右に、イベントに関する市ホームページの二次元コードがあります。6月23日、日曜、八川プラス。3. 市長と語るタウンミーティング。日常と平和。 国たちから平和な世界を考える共に生きていける平和な世界のために私たちに何ができるかについて日常と平和をキーワードに市長市の青少年国内交流事業子ども長崎派遣に参加した中学生や市内で学ぶ大学院生と一緒に考えてみませんか時間 午前10時30分から正午会場10時定員30名申し込み先着順写真です過去のタウンミーティングの様子説明プロジェクターの脇にマイクを持った永見市長が立って話をしています写真終わり写真の右にイベントに関する市ホームページの二次元コードがあります 以下囲み一面のテーマに関連する SDGs 目標16平和と公正をすべての人にオリーブの葉を加えたハトと木槌のイラストが添えられています囲み終わり8月6日と8月9日原爆の日を忘れないための一行の言葉 普通の日になったのか原爆の日点にて展示の募集や他の国立平和の日関連企画を8面にも掲載しています合わせてご覧ください問い合わせ市長室平和人権ダイバーシティ推進係国立駅南口駅前広場基本設計ワークショップ社会実験 国立駅広大学。の参加者を募集します。参加無料。右上に二次元コードがあります。国立駅広大学とは。国立駅南口駅前広場整備に向けて行う。ワークショップ社会実験の総称です。さまざまな視点から駅前広場を観察することで。 市民の皆さんと駅前広場の特徴を共有し、基本設計案に反映していきます。写真があります。説明。南口駅前広場の様子を西側から描いたイメージパースです。広い遊歩道には腰掛けられる花壇があり、ロータリー沿いには屋根の下にテーブルと椅子が置かれ、多くの人がくつろいでいます。説明終わり。なお、 本パースは事業者より示された提案でありこの通り整備されるものではありません写真終わり第1回ワークショップ7月14日日曜午後1時から4時テーマ駅前広場の緑から100年後を考える地形土壌気候動植物などの 緑を中心に未来の駅前広場について考えるグループワークを行います。主な内容。丸一。国立駅南口駅前広場の現場見学。丸二。トークゲストと設計チームによるトーク。丸三。グループワーク発表。定員三十名程度。申し込み多数時は。 在住・在勤などのバランスを考慮し抽選場所国立駅前国立国分寺市民プラザトークゲスト三島よし樹氏株式会社フォルク代表取締役下北園芸部共同代表理事ランドスケープデザイナー三島さんの顔写真があります設計チーム 山田孝弘氏株式会社ビオフィルム環境デザイン室枠友成氏枠ワークス株式会社それぞれの顔写真がありますなお登壇者は変更となる場合があります第1回ワークショップ申し込み方法6月21日金曜までに下記のいずれかの方法より 申し込みフォーーーム、右の次次元コード2次元ココド。ドが載っています。チラシ付属の申し込み書を問い合わせ先の国立駅周辺整備課国立駅周辺整備担当まで郵送または持参主なチラシ設置場所市役所1階電光掲示板前3階54番窓口旧国立駅舎 中央図書館など第2回ワークショップ予定8月10日土曜テーマ駅前広場の散歩から日常を考える日常の利用ぶらりインクルーシブなどさまざまな視点から未来の駅前広場について考えるグループワークを行います主な内容 一トークゲストと設計チームによるトーク二グループワーク発表トークゲスト上田水義日本女子大学建築デザイン学部助教三友七氏日本大学理工学部助教設計チーム兄谷颯太氏株式会社 EAU 第3回ワークショップ予定9月8日日曜テーマ駅前広場の活動から私を考える公共の場に自分ごととして関わることなど活動を中心に未来の駅前広場について考えるグループワークを行います主な内容1トークゲストと設計チームによるトーク グループワーク発表トークゲスト西山芽氏ハローガーデン主催アット西千葉設計チーム農作淳平氏淳平農作アーキテクツ社会実験11月ごろ開催予定テーマ歌唱駅前広場を居場所にする グリーーンンファニチャーアクション各ワークショップでいただいたご意見・ご提案をもとに社会実験実際に国立駅南口駅前広場で実験する試みを行います写真です説明円形公園を中心に駅前広場とその周辺一帯を斜め上から俯瞰したイメージパースです広々とした空間に、 満開のの桜とたくさんの人が描かれています説明終わりなお本パースは事業者より示された提案でありこの通り整備されるものではありません写真終わり各テーマは3月末の駅前報告会で実施したアンケート結果を参考に決定しました今後実施予定の 第2回第3回ワークショップ及び社会実験の詳細や申し込み方法などは後日お知らせします問い合わせ国立駅周辺整備課国立駅周辺整備担当行政インフォメーション3項目税年金納期内納税にご協力ください 右に、収納家キャラクター達平のイラストと二次元コードがあります。7月1日月曜は、市民税・都民税・森林環境税第1期の納期です。6月の休日納税窓口、市役所1階12番窓口。6月22日土曜午前9時から正午と午後1時から4時30分。 問い合わせ、収納課管理係、電話、五七六の二一一四。都市間交流を盛り上げるイベントの経費を補助します。右に二次元コードがあります。市では友好交流都市秋田県北秋田市や友好都市協定締結に向けて準備を進めている。 イタリア共和国ルッカ市との交流を推進するため両市の交流に関連するイベントに補助金を交付しています詳細は市ホームページをご覧ください補助対象事業額北秋田市またはルッカ市との交流に関する PR や機運情勢を行うイベント等上限20万円 北秋田市または炉鹿市の住民と直接の交流オンライン含むを行うイベント等上限40万円申請期限令和7年2月28日金曜まで年度内に事業が完了するものに限る申し込み方法申請書を問い合わせ先まで郵送または持参 問い合わせ政策経営課政策経営係令和6年度第1回総合教育会議二次元コードがあります日時6月25日火曜午後1時から2時30分予定場所市役所3階第4会議室問い合わせ 教育総務課教育総務係税・年金令和6年度年金支給額について国民年金の年金額は賃金・物価等の変動に応じて改定されます令和6年度については名目手取り賃金変動率がプラス3.1%物価変動率が プラス3.2%でした。法律の規定に基づきこの場合の年金額は賃金変動率によって改定されます令和6年度の年金額は令和6年度スライド調整率0.4%を差し引きマクロ経済スライドによる調整期間のため前年度比2.7%増となりました 金額の詳細は右の表をご確認ください令和6年度の年金は4月分の年金が支給される6月から支払われます表です令和6年度の年金支給額満額の場合年金の種別ごとに月額と年額が載っています種別は5項目あります1つ目老齢基礎年金 満額、月額6万8千円昭和31年4月1日以前生まれの方の額以下括弧と読みます月額6万7808円年額81万6千円括弧81万3 7七百円二つ目障害基礎年金 一級と二級に分かれています。一級。月額八万五千円。括弧。八万四千七百六十円。年額。百二万円。括弧。百一万七千百二十五円。障害基礎年金二級。月額。六万八千円。括弧。六万七千八百八円。年額。 八81万6千円（括円、八十81万3 7七百円3つ目、遺族基礎年金月額6万8千円、括弧6万千8 0 8円年額、基本81万6千円（括円、八十81万3 7七百円4つ目、障害基礎年金 遺族基礎年金の加算1子2子は月額1万9566円、括弧同額年額23万4800円、括弧同額加算3子以降は月額6525円括弧同額年額 7万 8, 円同額5つ目老齢福祉年金昭和31年4月1日以前生まれの方のみ月額3万4741円年額41万6900円表終わり問い合わせ立川年金事務所電話 五二三の零三五二。税年金。令和六年度市民税都民税森林環境税納税通知書は。六月七日金曜に発送予定です。右に二次元コードがあります。第一期の納期限は七月一日月曜です。納税通知書が届きましたら。 内容を確認の上納期限までに納付をお願いします3月16日以降に確定申告をした場合市民税等の付加計算が遅れ市民税等の当初の納税通知に反映できない場合がありますその場合7月以降の通知で反映します住民税の主な変更点今年度から適用 3つあります。1つ目、森林環境税の創設。森林環境税は、今年度から個人に課税される国税です。個人住民税均等割と合わせて、年間1000円が徴収されます。この税収は、森林環境常用税として都道府県市町村へ常用されます。なお、防災のための施設財源として、 均等割額に年間1000円が引き上げられて加算されていましたが令和5年度をもって終了しました2つ目国外居住親族にかかる扶養控除等の見直し扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され原則として年齢が30歳以上70歳未満の方が除外されることとなりました ただし、次の一から三のいずれかに該当する場合は、扶養控除の対象です。一、留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者。二、障害者。三、扶養控除等の申告をする納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているもの。 変更点3つ目上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の選択等の見直し今年度以降の住民税は特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得の課税方式を一致させることとなりますよって所得税で申告した場合住民税でも申告したこととなり 扶養控除や配偶者控除等の適用非課税判定国民健康保険料や後期高齢者医療保険料介護保険料等の算定に影響が出る場合があります住民税における定額減税物価高による国民の負担を緩和するとともにデフレ脱却のための一時的な措置として 令和6年度の市民税・都民税の定額減税が実施されます対象前年の合計所得金額が1805万円以下で市民税・都民税が非課税または均等割森林環境税のみの課税でない方減税額納税義務者本人および控除対象配偶者扶養親族1名につき1万円 減税方法徴収方法によって異なります詳細は市ホームページをご覧ください徴収方法が3つ載っています1つ目特別徴収給与転引き6月支給の給与からは特別徴収せず定額減税適用後の税額を7月から令和7年5月の11回で徴収2つ目 普通徴収令和6年度の市民税、都民税、森林環境税第1期分6月末納期限の税額から控除され控除しきれない場合は第2期分8月末納期限以降の税額から順次控除3つ目年金特徴年金転引き 10月支給分の年金より転引きする税額から控除され控除しきれない場合は12月支給分以降の税額から順次控除なお定額減税で引ききれない税額がある方については別途調整給付を予定しています対象者には7月下旬予定に通知します調整給付については給付金コールセンター 電話505-4456にお問い合わせください。問い合わせの多い項目、3つあります。1つ目、市民税・都民税の税率。税率は、地方税法で標準税率が定められており、財政上など特別な理由がある市区町村を除き、国立市をはじめほとんどの市区町村では、 標準税税率で課税しています2つ目所得税と控除額との違い市民税・都民税は地方税法により控除額が規定されており各控除額は所得税とは異なります一部を除く3つ目市民税・都民税の納め方市民税・都民税は前年1年間の収入に対して 特別徴収か普通徴収のいずれかまたはその両方の方法で課税されます問い合わせ課税か市民税係電話576-2113有料ごみ袋の減免を行っています二次元コードがあります市では下の表表は 減免対象世帯必要書類の項目で読みます。の、要件に該当する世帯を対象に、有料ごみ処理袋に係る廃棄物等処理手数料の負担軽減のため、一定枚数の有料ごみ処理袋の無料引換券を交付しています。減免を希望する方は申請が必要です。不明な点は問い合わせ先までご連絡ください。 申請書の郵送令和5年度に申請が承認されている方には案内と申請書を郵送します前年度承認者のうち申請者が亡くなっている世帯と申請者が転出している世帯には申請書を郵送しませんのでご注意ください申請7月22日月曜「必着」までに申請書に必要書類を添えて 問い合わせ先まで郵送または持参臨時受付窓口期間6月17日月曜から24日月曜の各日午前9時から午後3時正午から午後1時を除く場所市役所正面入り口脇審査結果承認された方には8月31日土曜までに 現面承認書、有料ごみ処理袋無料引換え券を郵送します。なお、申請が遅れると、減免期間が短く、袋の枚数が少なく、なる場合があります。表です。無料引換え枚数、世帯因数、袋の種別、年間の袋の枚数の表です。世帯因数1人の場合、 袋の種別小袋5リットル相当世帯員数2人から3人は中袋10リットル相当4人以上は大袋20リットル相当年間の袋の枚数はいずれの世帯も可燃ごみ110枚不燃ごみ20枚容器包装プラスチック60枚表終わり 現面対象世帯、必要書類審査の結果、表に記載の必要書類以外にも書類が必要となる場合があります。詳細は問い合わせ先までお問い合わせください。表です。対象世帯は、あからこまで10項目あります。それぞれ条件と必要書類が載っています。対象世帯、あ 生活保護受給世帯条件記載なし必要書類生活保護受給証明書い中国残留法人等支援給付受給世帯条件記載なし必要書類支援給付受給証明書う老齢福祉年金受給者のいる世帯条件 対象世帯員と同居していて、生計を同一とする方全員が住民税非課税であること。必要書類。老齢福祉年金証書のコピー。中。老齢福祉年金とは、対象5年4月1日以前に生まれた方を対象とした制度で、老齢基礎年金ではありません。中。終わり。対象世帯へ。 国民年金の遺族基礎年金受給者のいる世帯条件対象世帯員と同居していて、生計を同一とする方全員が住民税非課税であること必要書類年金額改定通知書年金振込通知書のコピー中遺族基礎年金とは 国民年金被保険者である方が死亡したときや国民年金被保険者であった日本国内に住所を有する60歳から64歳の方が死亡したときなどにその方によって生計を維持していたこのある配偶者や子のための年金ですなお、子とは18歳になった年度の3月31日までにある方 または、十九歳までの年齢で、障害等級一級または二級である方のことです。また、必要書類について、申請書に記載の国民年金遺族基礎年金手帳は、年金額改定通知書・年金振込通知書のことです。六月上旬ごろに日本年金機構から郵送されます。中・終わり表に戻って、 対象世帯を児童扶養手当受給者のいる世帯条件対象世帯員と同居していて、生計を同一とする方全員が住民税非課税であること必要書類児童扶養手当受給者証明書のコピーか特別児童扶養手当受給者のいる世帯条件 対象世帯員と同居していて、生計を同一とする方全員が住民税非課税であること。必要書類。特別児童扶養手当受給者証明書のコピー。既、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた方のいる世帯。条件。対象世帯員と同居していて、 生計を同一とする方全員が住民税非課税であること必要書類身体障害者手帳のコピー区精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方のいる世帯条件対象世帯員と同居していて生計を同一とする方全員が住民税非課税であること必要書類 精神障害者保険福祉手帳のコピー。け。愛の手帳1度または2度の交付を受けた方のいる世帯。条件。対象世帯員と同居していて、生計を同一とする方全員が住民税非課税であること。必要書類。愛の手帳のコピー。こ。要介護4または5。 のの認定を受けた方のいる世帯。条件対象世帯員と同居していて、生計を同一とする方全員が住民税非課税であること必要書類介護保険非保険者証のコピー表終わり注意事項世帯分離していて住民税非課税でない同居の方が含まれる世帯は がが別でであることの申立書が必要です。また1月1日時点で市内在住でない対象世帯のうち上の表「う」から「こ」に該当する世帯は全住所地の自治体より交付された前年度分の非課税証明書が必要ですさらに上の表「き」から「け」に該当する世帯で 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち訪問介護系サービスの支給決定時間が月180時間以上ある世帯は介助者の人数にかかわらず世帯人数を1人増やして申請できますなお世帯人数が2人または4人以上の世帯は世帯人数を1人増やしても袋の大きさは変わりません 問い合わせごみ減量課清掃係電話576-2119申請をお忘れなく令和6年度資源回収推進奨励金第1期分申請期限6月28日金曜必着。 令和6年度第一期分の奨励金を希望する登録団体は資源回収推進奨励金交付申請書に回収業者が発行する取引伝票を添えて申請期限までに問い合わせ先まで提出してください申請書記入の留意点三つあります交付申請書の内訳欄と交付申請額は 必ず申請者自身で記入してください登録団体の代表者振込先等を変更した場合は登録内容変更届を問い合わせ先まで速やかに提出してください変更届の提出が遅れた場合または変更届の提出がなく団体の代表者振込先等を変更した場合奨励金の振込ができません 問い合わせ。ごみ減量化清掃係。電話。五七六の。二一一九。野良猫も飼い猫も。不妊去勢手術に。補助金が出ます。不妊去勢手術補助制度。右に二次元コードがあります。野良猫による糞尿被害等のトラブル。苦情の減少や。飼い猫の。 多頭飼育崩壊の防止等を目的とした制度です。野良猫によるトラブルを防ぐには、手術によって猫の数を増やさないことが重要です。手術済みの場合でも、耳カットをすれば、その麻酔代も対象となります。手術のための野良猫の捕獲は、問い合わせ先までご相談ください。糞尿被害の対策グッズの貸し出しも行っています。また、飼い猫は、 交通事故や猫同士の喧嘩による感染症を防ぐために室内飼いを推奨しています猫を捨てた場合は100万円以下の罰金に処せられますどうしても飼えなくなったら里親を探すなど最後まで責任を持って飼いましょう対象市内在住在勤の個人または市内で活動する団体補助額 市内に生息する野良猫の不妊去勢手術5000円、飼い猫の不妊去勢手術3000円、耳カットのための麻酔3000円。なお、手術費用が補助額を下回る場合は支払った金額です。今年度予算に達し次第受付を終了します。また、手術を実施した動物病院は、 市市内・市外を問いません申請手術後年度内の手術であればいつでも申請可能申請書に獣医師の署名・夏印を受けてから各種必要書類と領収書等の写しを問い合わせ先まで持参なお申請に関する手引きや申請書類は問い合わせ先の窓口で配布しています 市ホームページからも入手可能問い合わせ環境政策課・環境政策係交通自転車乗車用ヘルメットの購入費を補助します右に二次元コードがあります道路交通法によりすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています 今年度も自転車乗車用ヘルメット購入費の助成を行います申請書やチラシは問い合わせ先の窓口で配布しています市ホームページからも入手可能対象ヘルメットは SG マーク、JCF マーク、CE マーク、GS マーク、CPSC マーク等のマークがあるもの 購入対象店舗は国立サイクルカルマックス田島スーパーバリュー国立店申し込み方法6月5日水曜から12月13日金曜に申請書身分証明書住所がわかるものの写しを問い合わせ先まで郵送または持参なお申請に必要な添付書類は申請者によって異なりますので 市ホーームページやチラシをご確認ください郵送の場合は自転車乗車用ヘルメット在中と記載してくださいまた今年度の予算に達し次第受付を終了します問い合わせ道路交通課交通係環境暑くなる前に省エネ性能の高いエアコンに 買い替えませんか右に2次元コードがあります市では地球温暖化対策の推進のため省エネ家電買い替え促進補助制度を実施していますエアコンも対象ですのでぜひご活用ください詳細は市ホームページをご覧ください夏はエアコンの使用時間が長くなり消費電力量が増加します 省エネ性能の高いエアコンに買い替えると電気代を削減でき地球温暖化対策にもつながります本格的に暑くなる前にエアコンを買い替えて地球にも家計にも優しい生活をしましょう問い合わせ環境政策課環境政策係環境生ゴミが消える家庭用生ゴミ処理容器 ミニキエーロを体験しませんか？右に二次元コードがあります。市が独自に開発したミニキエーロは。プランターに土を入れて使うシンプルな生ごみ処理容器です。匂いや虫もほとんど発生せず。手軽に生ごみ減量に取り組めます。モニター参加者募集。生ごみ処理容器ミニキエーロの。 モニター講習会を実施します講習会参加者の中でモニター参加を希望する方には一世帯につき一台のミニキエロを無料で差し上げます日時、6月28日金曜午前10時から11時場所、市役所三階第四会議室対象、市内在住の方または市内事業者で ミニキエロを実際に使い調査票を提出できる方すでにモニターに参加した方は除く定員25名申し込み先着順申し込み方法6月6日木曜から14日金曜に問い合わせ先まで電話または窓口にてなおミニキエイは自動車での持ち帰りがおすすめです。 問い合わせ、ごみ減量課清掃係。電話、五七六の二一一九。募集。都立霊園の使用者。右に二次元コードがあります。都立霊園の申し込みのしおりと、申し込み書を配布します。配布期間、六月十四日金曜から七月五日金曜。 配布場所市役所1階市民課前待合ロビー北市民プラザ南市民プラザ国立駅前国立国分寺市民プラザ申し込み方法配布期間中に問い合わせ先まで申し込み書を郵送または問い合わせ先のホームページより問い合わせ公益財団法人 東京都公園協会霊園課。募集専用電話は。零五七零七八三の八零二。通常の問い合わせは。電話零三。三二三二の三一五一。子ども教育。五項目。六月分からの。児童手当。 特例給付及び児童育成手当の受給資格の確認のため、現況届けの提出が必要です。対象の方には、現況届けの用紙を郵送しましたので、次のとおり提出してください。現況届けの提出が必要な方。まず、児童手当・特例給付については、 次の1配偶者からの暴力等により国立市に避難しており国立市に住民票がない2戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童いわゆる無戸籍児童を養育している3 離婚協議中で配偶者と別居している。丸4法人である未成年後見人。丸5里親や施設設置者。丸6単身赴任等により児童と別居している。丸7児童の父母が海外におりその児童を国立市内で養育していて父母から 児童手当法上の指定を受けている。八、可年度に未提出の現況届がある。続いて、児童育成手当を受給している方は、全員が現況届の提出が必要です。申請、6月3日月曜から28日金曜に、現況届に同封の返信用封筒で、 問い合わせ先まで郵送なお、現況届または公募により受給資格を審査した結果所得超過等により受給資格が消滅する場合や児童手当特例給付の手当区分が変わる場合は10月までに審査結果を郵送します問い合わせ子育て支援課子育て支援係 中学校用教科書採択が行われます右に二次元コードがあります今年度は来年度以降に中学校で使用する教科書を決める年です教科書採択においては法令及び国立私立学校教科用図書採択要項に基づき調査研究委員会及び審議会で十分調査の上審議し 適切かつ公正に採択事務を行っていきます市における教科書採択の流れ四月、教育委員会が調査研究委員・審議委員を依頼します七月上旬まで調査研究委員会は文部科学省の検定に合格した教科用図書のすべての調査・検定を行い審議会に報告します 8月下旬まで審議会は調査研究委員会の報告を受けて審議を行い結果を教育委員会に報告します教育委員会は審議会の結果の報告を受けて審議を行い教科書を採択します中学校用教科用図書の展示審議の参考とするため市民の皆さんの意見をお待ちしています日時 7月2日火曜までなお各展示場所の休館日は除く「展示場所中央図書館公民館南市民プラザ図書館分室」「問い合わせ教育指導支援課指導支援係」「イベント催し」「赤ちゃんが生まれる前に遊びに来ませんか?」 右に2次元コードがあります赤ちゃんとの生活をイメージしながらゆっくりおしゃべりしましょう日時6月25日火曜午後2時から3時30分場所矢川プラス2階こどもラボ対象市内在住または在住予定の所産婦とそのパートナー費用無料 申し込み方法 Google フォームタイトル横の二次元コードより問い合わせ矢川プラスここすき広場電話505-6552イベント催し小学生保護者向け子育てプログラム一日コースつい怒ってしまい自己嫌悪に陥る どう接したらよいか分からないなどお子さんへの対応の難しさに困っていませんか子育てプログラムではお子さんを知ること褒めること叱ることなどそれぞれのお子さんへの対応を講義や活動を通して学びますお子さんの成長を一緒に見守っていきましょう「日時7月6日土曜午後1時30分から4時」「場所」「 保健センター1階、対象、市内在住の小学生の保護者の方定員12名保育3名程度申し込み時にお申し出ください申し込み方法6月7日金曜から21日金曜に問い合わせ先まで電話問い合わせ子育て支援課子ども保険発達支援係 保健センター内電話574-3311イベント催し壊れてしまった大切なおもちゃをおもちゃドクターが直しますおもちゃ病院日時6月15日土曜午後1時から3時費用無料申し込み不要なお部品交換の場合 費用がかかることがあります。場所問い合わせ中央児童館。電話五七五の三二二四。なお、芸術資源館。東三の十五の十一。では。毎月第一土曜日。午後一時から三時に実施しています。子どもファミサポ支援会員。アンド。 育児支援サポーター合同研修会参加者募集右に二次元コードがあります地域の子育てのお手伝いをしませんか地域の中で安心して子育てができる環境づくりのための事業です空き時間に自身の都合に応じた範囲で活動できます子どもが好きな方、子育てを経験した方など 地域の子育てに参加してその気持ちや経験を生かしてみませんかファミサポファミリーサポートセンター事業とは利用する側と支援する側がお互いに尊重しながら子育てを手伝います活動例朝の保育園への送り1時間保育施設への迎えと預かり2時間 習い事への送迎、1時間。子供の預かり、数時間、等。育サポ育児支援サポーター派遣事業、とは。産前産後の家庭に入り、簡単な家事や育児のサポートをします。活動例、食事作り、簡単な掃除、2時間。沐浴の手伝い、 上の子の世話、2時間。母休息の際の赤ちゃんの見守り、1時間、等。研修会、ファミサポとイクサポの研修はまとめて受講できます。どちらかのみの受講も可能です。詳細は問い合わせ先までお問い合わせください。対象、国立市に住民登録がある方。ファミサポは、 20歳以上育サポは30歳以上定員15名申し込み先着順費用無料申し込み方法6月10日月曜午前10時より問い合わせ先まで電話研修会内容日程は7月9日火曜7月11日木曜 7月17日水曜、7月19日金曜の4日間です。いずれも時間は午前10時から午後3時、昼休憩1時間含む。詳細は市ホームページをご確認ください。なお、時間は予定の時間です。場所、4日いずれも矢川プラス多目的ホール第1 4日間の内容は、オリエンテーション、事業説明、有意義な支援をするために、日常に役立つ事故防止と怪我の手当、リスクマネジメント、事例検討、AED 講習、活動の手順と預かる配慮、ほか、登録手続き等、以上です。 なお活動後は利用者から謝礼として1時間あたり820円からが支払われます事業は市負担で団体保険に加入していますまた都の子育て支援員研修地域保育コースを受講した方は一部受講免除となります詳細は問い合わせ先までお問い合わせください 問い合わせ国立市ファミリーサポートセンター子育て支援課子ども家庭支援センター内電話6月は食育月間毎月19日は食育の日バランスの良い食事ってどんな食事 健康で元気に過ごすためにはいろいろな働きの食べ物を組み合わせて食べることが大切ですバランスよく食べられているか下の項目について今日の食事をチェックしてみましょう各項目にはチェック欄がついています1つ目ご飯、麺パン芋2つ目魚肉卵大豆製品 3つ目、野菜、きのこ、海藻4つ目、牛乳、乳製品5つ目、果物各項目の食べ物のイラストと、クニニャンと犬のイラストが描かれています足りないものはあるかニャン丸がたくさんついたらバランスはバッチリだわんとクニニャンと犬が話しています クックパッド国立市公式キッチンをご覧ください美味しい楽しいレシピはこちらで検索右にクックパッドホームページの二次元コードがあります左上には国防のアイコンのクックパッドのロゴがあります食に関心を持とう食を知ろう食を楽しもうというテーマで離乳食や 給食の人気こんだて、時短レシピなどを紹介しています。毎月レシピを追加しています。ぜひご活用ください。食育リーフレットを作成しました。食育リーフレット、バランスの良い食事で元気だにゃん、プラスワンを市の栄養士が作成しました。3歳児検診時にお渡しするほか、私立保育園、 市立小中学校で配布予定です。市ホームページからもご覧いただけます。市ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、食育リーフレットについては子育て支援課子ども保険発達支援係保健センター内、電話五七四の三三一一。その他のことは。 保健センター電話572-6111健康福祉2項目募集地域介護予防活動支援補助金の補助対象団体右に二次元コードがあります市では介護予防に関する活動の立ち上げを行う団体活動の拡充や 新たな展開を目指す団体を支援するために、地域介護予防活動支援補助金を交付しています。対象となる活動。丸 A、運動を通じた健康づくりに関する活動。丸 B、バランスの取れた栄養の摂取及び食生活の改善に関する活動。丸 C、 航空機能の向上に関する活動。まるで、心の健康に関する活動。マル E、認知機能低下の予防に関する活動。まる F、生活支援に関する活動。まる G、高齢者の社会参加を促す活動。まる H、まる A からまる G のほか。 健康づくり及び介護予防に関し、市が適当と認めた活動。対象、次の、丸1から ○8 の全てに該当する団体。丸1市内在住または在勤で、おおむね65歳以上であるもの、5名以上で構成されている。丸2補助金の 交付対象となる活動を、年度を通じて10回以上行っている、または行う予定である。丸3、市と共同することができる。丸4、主な活動拠点が市内にある。丸5、同一の年度において、国、都、市、民間団体などから、 た当補助金と同様の目的を有する補助金、負担金などの交付を受けていない。○6、介護予防・普及啓発のために、市が行う広報に団体名及び活動内容を掲載することを承認する。○7、地域住民が団体の活動に参加できるように、団体の活動を周知し、 新たな参加希望者を受け入れる。〇八、過去にこの補助金の交付を3回受けていない。補助額、3万円、上限。募集団体数、概ね30団体、先着順。申請書の配布、電話で予約の上、問い合わせ先までお越しいただくか、し、 ホームページからダウンロードしてください申請令和7年1月31日金曜失着までに電話で予約の上問い合わせ先まで持参または郵送問い合わせ高齢者支援課地域包括支援センター市役所内電話576-2123 子宮経がん検診及び乳がん検診の対象者に無料クーポン券を郵送します。右に二次元コードがあります。がんは自覚症状が出てからの発見では治療が手遅れとなる可能性のある病気です。受診して自分の体をチェックしましょう。内容子宮経がん検診は子宮細胞診。 乳がん検診は、失色診、マンモグラフィーでのレントゲン撮影。対象、子宮頸がん検診は、平成15、2003年4月2日から、平成16、2004年4月1日生まれの方。乳がん検診は、昭和58、1983年。 4月2日から昭和591984年4月1日生まれの方。無料クーポン券郵送時期6月下旬受診期間7月1日月曜から令和7年2月28日金曜。場所申し込み方法子宮頸がんは 指定医療機関に直接。乳がんは問い合わせ先または指定医療機関に直接。問い合わせ保健センターがん検診担当。電話505-7030。国立中央図書館開館50周年記念式典。 フリアナナさん講演会問い合わせ中央図書館電話576-0161右に二次元コードがあります国立中央図書館は5月5日で開館50周年を迎えましたこれを記念して図書館業務のさまざまな分野で活躍されているボランティアの皆様への 感謝状贈呈式と記念講演会を行います講演会は国立市出身の絵本作家である古谷奈々さんをお招きします古谷さんはデビューから30年以上多くの絵本で子供たちに本の楽しさを伝えてきました当日は自身のこと絵本のこと国立図書館とのつながり等を お話しいただきます。貴重な機会ですので、ぜひお申し込みください。講師紹介、フィリア・ナナ氏、絵本作家、国立市出身、スロバキア共和国在住、クリスマスマーケット、小さな黒のお話、福音館書店で、第55回講談社絵本賞受賞、カラー写真、 フリアナナ氏の顔写真です。日時7月28日日曜感謝状贈呈式は午後1時から講演会は2時から会場は正午共通事項場所国立市民芸術賞ーホール1階ホール定員150名 市内在住の方優先で申し込み,先着順申し込み方法「下記の各申し込み開始日より専用申し込みフォームまたは問い合わせ先まで電話または窓口にて」「市内在住の方は6月12日水曜午前9時30分から」「市外在住の方は6月19日水曜午前9時30分から」 なお申し込みが終了した場合などは図書館のホームページにてお知らせします講演会の申し込みはこちらから二次元コードが2つあります左側市内在住の方専用フォーム右側に市外在住の方専用フォームがあります写真缶バッジのイメージ写真です来場者には、 フリアさん書き下ろしデザインの缶バッジをプレゼント説明缶バッジの表面はオレンジ色で2匹のキツネが絵本を読んでいます絵本の表紙に50と数字があります次にカラーでフリアナナシの2冊の絵本の表紙です1冊目デビュー作めっきらもっきらどーんど 作、長谷川節子。絵、古谷奈々。福音館書店。説明。半ズボンを履いた少年と、背景は暗い夜の不思議な者たちの影が浮かび上がっています。二冊目。人気シリーズ、友達屋。作、内田林太郎。絵、古谷奈々。改正者。 キツネが水中メガネをおでこに浮き輪を腰にはめ提灯を両手に持ち上りを立てて歩いています。写真終わり問い合わせ中央図書館電話576-0161イベント催し4項目。 創1200年特別展神五寺空海と神言密教の始まり関連文化講演会開催右に二次元コードがあります本展は空海と神言密教の始まりの地神五寺に伝わる時報の数々を紹介します本展関連講演会を NHK と国立市の共催で実施します 遠大人辞典の見どころ創建1200年の軌跡と奇跡日時8月5日月曜午後7時から8時40分会場は6時30分場所市民芸術賞ーホール1階ホール講師古川章一氏東京国立博物館教育課教育普及室研究員 定員250名申し込み多数字は市内在住の方を優先の上抽選申し込み方法7月5日金曜失着までに参加を希望する方全員の一氏名ふりがな二年齢代表者の三住所四電話番号五。⑤ 神護寺、空海と神言密教の始まり、関連文化講演会参加希望と、名義の上、問い合わせ先まで郵送、往復はがき、またはメール。なお、当選結果は7月中旬ごろに、はがき、またはメールでお知らせします。一人一通まで、一通につき二名まで申し込みできます。手話通訳あり、問い合わせ、 生涯学習科、社会教育文化芸術係。メール、oubo, アンダーバー、sho, ga, i, ga, ku, shu, アットマーク、city.cunitaci.lg.jp。第36回、国立朝顔市、7月6日土曜。 7日日曜、開催、朝顔の予約販売をします。地元、朝顔の里で育てられた、色鮮やかな朝顔の鉢植えの予約販売をします。朝顔市の詳細は、司法6月20日号でお知らせします。期間、6月10日月曜から28日金曜。費用、1鉢1800円。 当日販売価格より200円引きなお受け渡しは代金と引き換えに第36回国立朝顔市会場で行います予約販売では8を選んで購入することはできません申し込み方法1住所2氏名3電話番号4希望品種暁 または富士。丸5。希望数量を明記の上、問い合わせ先まで郵送、ファクス、またはメール。問い合わせ、郵便番号186-0003、富士見台3-16-4、国立朝顔市実行委員会、国立市商工会内。電話、575-1000、 フ fax 574-1888メール k a s a g a o i c h i アットマーク gmail.com 環境大学通り緑地帯をさまざまな花で一緒に彩りませんか花植えボランティア募集右に二次元コードがあります 大学通り緑地帯で花の植え替え作業を行います当日は星形の花がかわいいペンタスを中心に色とりどりの花苗約3000ポットを大学通り緑地帯に植え込みます小さなお子さん連れの方や未経験者の方も大歓迎です日時6月22日土曜午前9時30分から なお、小雨結構、好転中止。場所、大学通り東側。ハウスコム前の緑地帯。持ち物、汚れても良い服装、軍手。綺麗な花を咲かせたペンタスの花の写真があります。申し込み方法、問い合わせ。6月17日月曜までに、環境政策課。 花と緑と水のかかりまで電話またはタイトル横二次元コードより農業わいわい畑体験とうもろこし収穫体験城山里の家近くで農業を営む田中健二さんの畑でとうもろこしを収穫します日時7月6日土曜午後3時から4時 時間内に30分程度の体験を予定。なお、雨天欠航、天候状況などで日時や内容に変更が生じる場合があります。場所、城山里の家、駐車場はありません。定員、20組、申し込み多数時抽選。費用、1組1000円、5本。なお 小学生以下は大人の付き添いが必要です。一組あたり最大四名まで入場できます。当選時に詳細な参加時間帯をご案内します。とうもろこし収穫体験の様子の写真があります。申し込み方法、問い合わせ。六月二十四日月曜、試着までに。丸一希望体験名とうもろこし収穫体験。 二、体験希望者、同行する人があれば全員分の氏名と年齢。三、住所。四、電話番号。五、メールアドレス、またはファックス番号を明記の上、城山里の家、電話、ファックス。五百五の五百九メール、SATONOIE。 アットマーク CITY.KUNITACHI.LG.JP までファックスまたはメール地域の情報5項目多摩パブリック法律事務所主催2024年度無料法律相談会当事務所は 東京弁護士会による支援のもと設立された都市型公設事務所です。取扱い案件、お金のトラブル、不動産関係、相続、離婚、成年後見、事業者向け法務、労働問題、刑事事件、債務整理など、日時6月22日土曜、 午前10時から午後4時、1枠30分、定員28組、申し込み先着順、当事務所の利用が初めての方に限る、申し込み方法、問い合わせ、6月3日月曜より、多摩パブリック法律事務所、電話548-2450、平日 午前9時30分から午後5時まで電話。シルバー人材センター入会説明会。右に二次元コードがあります。能力と経験に応じた就業を通じて、社会に参加する充実感を得、健康づくりを始めませんかなお、会員の自主運営による公益社団法人です。 日時6月24日月曜午後2時から2時間程度場所福祉会館3階紹介議室対象市内在住で健康で働く意欲と社会貢献意欲のある60歳以上の方持ち物年会費2000円印鑑認め印 ゆうちょ銀行の口座番号がわかるもの身分証明書なお入会説明会に不参加の方も問い合わせ先のホームページタイトル横の二次元コードから入会手続きができます問い合わせ公益社団法人国立市シルバー人材センター電話577-0919 6月は浸水対策強化月間浸水への備えをお願いします右に二次元コードがあります薄いマスや側溝にゴミを入れたり上に物を置かないようにしましょうホームページで降雨情報を公開しています問い合わせ東京都下水道局流域下水道本部電話 527-4828東京都主催高齢者向けスマートフォン利用普及啓発事業スマートフォン相談会60歳以上の都民の方を対象に開催します希望者にはデモ機のご用意もあります日時6月24日月曜 丸1、午前9時30分から午後0時30分。丸2、午後1時30分から4時30分。場所、北市民プラザ第2会議室。費用、無料。申し込み不要、当日先着順。なお、個人情報の取り扱いを要する事項など、 内容によっては相談に応じることができない場合があります。問い合わせスマートフォン普及啓発事業事務局。電話036775の9480。年末年始を除く平日午前9時から午後5時。ファックス036845の7870。 ゴミの行方を知ろう夏休み処分場見学会参加者募集右に二次元コードがあります皆さんの出したゴミがどのように処理されているのか確かめてみませんか日時場所3日あります7月25日木曜午前8時45分から午後5時25分ごろ 八王子市、とぶきクリーンセンター、二つ塚処分場、八戸沢処分場、集合解散は、JR 八王子駅、南口付近。8月1日木曜、午前8時15分から午後6時ごろ、クリーンプラザ富士見、二つ塚処分場、八戸沢処分場、集合解散は、 JR 三鷹駅北口付近8月6日火曜午前8時30分から午後5時40分ごろ立川市クリーンセンター二つ塚処分場八戸沢処分場集合解散は JR 立川駅北口付近対象多摩地域に在住在勤在学の方 定員、各会30名。申し込み多数字抽選。費用、500円。昼食代。当日昼食会場にて支払い。申し込み方法、7月1日月曜、必着までに、循環組合ホームページの申し込みフォーム、または完成はがきに、夏休み処分場見学会参加希望。 と参加者全員の丸 ① 参加希望日丸 ② 氏名振り仮名丸 ③ 年齢丸 ④ 郵便番号住所丸 ⑤ 電話番号日中連絡の取れる番号丸6通勤通学先の市町村名多摩地域在住でない場合閉じ 名義の上、問い合わせ先まで郵送。なお、詳細は、循環組合ホームページをご覧いただくか、問い合わせ先までお問い合わせください。取材について、当日は写真の撮影やインタビューにご協力いただくことがあります。内容は広報誌、多摩エコニュース、または、 循環組合ホームページにて公開する場合があります問い合わせ郵便番号1 9 0 0 1 8 1東京都西多摩郡日の出町大麻大久野7642番地東京多摩広域資源循環組合夏休み処分場見学会係電話0 4 2 1 みんなの伝言版4件市内を拠点とする団体等のイベント、催し物を掲載しています。掲載内容については各団体へ公開講演会ゴルフライフはまさにセレンディピティ講師山中博氏日時 6月23日日曜午後1時から2時受付は0時15分から場所ホテルエミシア東京立川費用無料申し込み不要です主催問い合わせ明治大学校友会東京多摩支部講演会担当電話0505884の 3464鈴木ママの森幼稚園令和7年度入園説明会右に二次元コードがあります日時6月12日水曜午後2時から費用無料申し込み不要です場所問い合わせ学校法人伊津ら学園ママの森幼稚園 電話572-3911中江ピアカウンセリング公開セミナー話を聞き合うだけのスッキリ体験誰でも参加可能手話通訳あり日時7月27日土曜午後1時30分から4時受付は1時から場所福祉会館3階 中間一室。定員20名申し込み先着順。費用無料。申し込み方法。7月12日金曜までに問い合わせ先まで電話またはメール。問い合わせ CIL 国立エンジョイセンター。電話572-3767。メール ENJOY。EN J ットマーク CIL-KUNITACHI.COM 梅雨明け後に訪れる楽しい夏をイメージして切り紙アートしてみよう日時6月23日日曜午後1時30分から4時30分場所矢川プラス多目的ホールショー 費用、子供300円、大人500円。当日集金。申し込み、不要。問い合わせ、i-ze-ease。メール、i-zefu-chu アットマーク、e、gmail.com。電話、0 9 0 2 4 3 6 0 8485山根行政インフォメーション市の相談窓口をご利用ください表です内容日時連絡先場所の順です内容市への苦情相談日時祝日を除く月曜から金曜 午午前時時。分から後連絡先場所オンブズマン事務局電話505-5127ひとり親家庭祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時子育て支援課子育て支援係電話576-2105 女性相談祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時視聴室男女平等女性支援担当代表電話576-2111内線403国立女性 DV ホットラインは電話576-2127 夜間、休日、女性相談。電話相談は、水曜、金曜、午後7時から9時45分。土曜、日曜、祝日、午後5時から9時45分。電話、070 26、2632の1078。男女平等、生き方相談。月曜、火曜、木曜、金曜。 午前10時から午後6時土曜日曜祝日午前9時から午後4時国立男女平等三角ステーション国立駅前国立国分寺市民プラザ内相談専用電話501-6996問い合わせ電話501-6990健康 祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時保健センター電話572-6111教育祝日を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時教育相談室電話576-2109予約が必要です いじめ相談、電話57、576-2050。子供の悩み相談。祝日を除く、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時。子供の人権オンブズマン、専用フリーダイヤル01、0120-70-7830。子供、育児。 祝日を除く月曜から土曜午前8時30分から午後5時子ども家庭支援センター電話573-0192子ども発達相談祝日を除く月曜から金曜午前8時30分から午後5時子育て支援課子ども保険発達支援係電話574-0192 ひまわり相談少年飛行等祝日を除く偶数月の第1金曜日午後1時から3時担当は保護司福祉総務課代表電話576-2111内線796中国残留邦人等支援相談 祝日を除く月曜木曜午前9時から午後5時予約がいります担当は中国残留法人等支援相談員福祉総務課代表電話576-2111内線796高齢者障害者のための法律相談祝日を除く第3金曜日 午後2時から4時予約がいります担当は司法書士社会福祉協議会福祉会館1階電話575-3222暮らしの相談心配事祝日を除く月曜から金曜午前9時30分から午後5時担当は 社会福祉協議会職員、電話相談、電話575-3247、消費生活相談、祝日を除く、月曜から金曜、午前10時から午後4時、国立市消費生活センター、町の振興課内、電話576-3201、なお、原則、 電話相談表終わり外国人のための相談案内事前予約制随時受付町の振興課代表電話042576-2111なお外国人と関わりをお持ちの方からの相談も受けます。 市民の皆さんと共に考えたい国立平和の日この世に正しい戦争などというものはありませんこれは平成12年2000年に制定した国立市平和都市宣言の一節です平和とは単に戦争や紛争がないだけでなく貧困飢餓抑圧 作取等の社会構造的な困難がなく、かつ人々の間に不当な差別や暴力をはじめとする人権侵害を容認しない意識と他者への共感、相互の協力、対話といった行動が存在している状態を指すと、国立し人権を尊重し、多様性を認め合う平和なちづくり基本条例、 では明記しています今なお世界各地で起きている戦争や紛争私たちの身近なところでも生じる人と人との争いや衝突をなくすにはどうしたらよいのでしょうか平和な社会平和な世界を築くために私たちにはどのような対話が必要なのか皆さんと共に考えていきたいと思います 問い合わせ視聴室平和人権ダイバーシティ推進係メール sec-diver-sity-city.kunitachi.lg.jp 募集「平和をつくるのはきっと言葉だ」 8月6日と8月9日原爆の日を忘れないための一行の言葉広島と長崎に原子爆弾が投下されてから今年で79年目を迎えます忘れてはならない出来事を伝え平和を紡ぐため8月6日と8月9日原爆の日を忘れないための一行の言葉を募集します 応募作品は先行し選出された作品を8月に市内で開催する普通の日になったのか原爆の日点にて展示します詳細は司法7月20日号でお知らせします選出された作品は後日作品集にまとめ作品が選出された方に贈呈します 写真、説明、原爆と鉛筆2024、平和を作るのはきっと言葉だ、と書かれた、市のホームページで使用されるバナーです。写真をわり、応募方法、7月4日木曜までに、丸1、1行の言葉、丸2、氏名、ふりがな、丸3、年齢、 丸4、電話番号、メールアドレス等の連絡先。丸5、展示の際に、匿名、年齢非公表を希望する場合は、その旨を明記の上、応募フォーム、または問い合わせ先までメール、郵送。なお、詳細は、市、ホームページをご覧ください。右側に、市、 ホームページの二次元コードとその下に応募フォームの二次元コードがあります展示広島市立元町高等学校の生徒と被爆者との共同制作による原爆の絵申し込み不要被爆者の記憶に残る被爆時の光景を同校生徒が聞き取り描いた原爆の絵 の複製画を展示します30点以上の複製画と各絵にまつわる解説をご覧ください日時場所6月22日土曜午前10時から午後4時市民芸術賞ーホール2階ギャラリーなお8月6日と8月9日原爆の日を忘れないための1行の言葉 応募用紙と応募箱を設置しますぜひご応募ください6月25日火曜から7月4日木曜公民館ロビーなお市民芸術賞ーホールギャラリーに展示した作品の一部を展示します6月5日水曜から8月15日木曜国立駅前国立国分寺市民プラザ ショーウウ、ィンドウなお芸術賞ーホール公民館とは異なる内容を展示します広島平和記念資料館所蔵の原爆の絵展示の様子の写真があります右側に「市ホームページの二次元コードがあります展示映画「熊野アーネストおじさん」と「セレスティーヌ」 を見て考える平和私の答え君の答え申し込み不要映画「熊のアーネストおじさん」と「セレスティーヌ」のお話にちなんだ「平和への問い」について皆さんからお寄せいただいた答えや考えを展示しますなおお話にちなんだ「平和への問いは」は6月22日土曜に「 上映会場に,て配布します上映に関する詳細は一面をご覧ください期間6月25日火曜から7月4日木曜場所公民館ロビー映画熊野アーネストおじさんとセレスティーヌより3画面の写真があります コピーライトが書かれていますが省略します以上で四方国立を終わります音訳編集はクセカオリ・サイキフサエ・ユイマチコ構成はサイキフサエ・クセカオリ制作は国立中央図書館でした